皆さん、ビーレジェンドのチャックちゃんと閉めてますか？はい、どうもビーレジェンドの鍵谷です。ですね、このね、チャックあるじゃないですか。チャックね、このチャック、皆さんちゃんと閉じてますか？なんか適当にね、なんかこうピーとか出て、はい、終了みたいな感じでやってませんか？いつだったかな、結構前なんですけど、うちのね、まあ、ビーレジェンド辻元がいるじゃないですか。辻元とね、試飲してたんですよ、製品ね。で、試飲してて、まあまあ、こうパッパッパッと入れてくれてて、で、ポンって置いて、なんかの拍子に、パタッと倒れたんですよ。で、倒れた時に、粉がバババって出ちゃってね。で、なんなのってさっき閉めてたけど、閉まってなかったのって聞くと、なんかね、もうこれ性格出ますよね。こうね、閉じたかどうか確認すりゃいいのに、なんかピャーってこうね、ピャーってやっただけで、もう閉まったと思い込んで、なんかもう閉じてたみたいな話だったんですけど、これ皆さん気をつけてください。今僕もね、こうピャーってやりましたけれども、これね、閉まってるかどうか確認するには、一番わかりやすいのは、空気を抜くことが大事なんですよ。こうやってね、触り押さえます。ほら、今空気抜けていったでしょ？これね、一見ちゃんと閉じれたように思うんだけど、実は閉じれてないところがあるってことなんですよ。でね、今ここ、プチプチって言いましたね。プチプチって。あれがね、やっぱりちゃんと、で、これやるともう、多分、ほら、ね、空気出ないでしょ？ね。で、やっぱりね、この空気抜いておくっていうのはすごく大事で、もちろん最初はね、抜いた状態で閉じるのが理想なんですよ。こう、まあ開けますよね。で、このまま、こうやって、膨らんだままで、こうやって閉じるんじゃなくて、ね、これちゃんと閉じてるでしょ？だけど、そうじゃなくて、こうやって空気を抜いた状態で、抜いた状態。理想としては本当はね、ここまで折るぐらいが本当は、まあここ、スプーン入ってんのか。こうやってね、折るぐらいが本当は理想なんだけど、こうやって閉じて、もうこれでね、もうちょっと空気入ってないから、膨らますことが難しいですけど、まあでもこれ、わかりにくいかもしれないけど、ちょっとぷくっと膨らんでるから、空気抜けれてないのがわかるんですよね。で、こういう状態、空気ほぼない状態で、こうやって閉じるのが理想です。でね、やっぱり閉じた後はちゃんとこう空気が抜けてるかどうかの確認するのが大事です。ちょっと空いてるとですね、特にこの季節、暑い季節とか、梅雨時なんかだったら、湿気がね、空気中に、湿度が高いですから、やっぱりこう 30%、40% ってなってきてね、まあ、梅雨の時なんかだったらもっとね、高い、湿気だと思うんですけれども、やっぱりそこから吸湿しちゃうんですよね。水分がその穴、空いてるところから入っちゃって、中の製品が水分を含んでしまって、吸湿してしまいます。そうなると、商品劣化が進むのでね。だから、極力本当はもう、入れるとすぐに閉じる。入れる直前に開けるっていうのが理想なんです。で、まあ、これ、もちろん、このアルミ袋の、いい話、このアルミ袋いいんですよっていう、もうミルフィーユみたいにすごい加工されててね、いいんですよっていうのも言ったし、チャックのことも言ったんですけれども、例えばね、こう入れ物に別のところにこうバサッと入れ替えてやる。これもやっぱり塞ぎ口から吸湿してしまったり、あと光が入ったりするからね、やっぱりこのアルミ袋、ビールジェンドの袋に入れて保管していただくっていうのが理想なんですよ。で、だけれども、チャックが閉じてなければ、もちろん他のね、入れ物に入れてるのともう大差ないですから、だからちゃんと閉じてほしい。そして最後は空気抜いて、ちゃんとそれが、シューッと空気抜けていかないかどうか、ちゃんと閉じてるかどうかの確認までしてもらいたいんですね。ちょっとほんとね、一回一回手間なんですけど、だけどやっぱりそこまでされることをお勧めします。もうやってしまえばそんな手間じゃないですしね。で、そうすることで、まあ特にこんなね、暑い季節なんかだったら、まあ、衛生面もね、空気に触れてない方が衛生でいいですし、空気に触れてない、湿度が、湿気に触れてないっていうことの方が、安全ですからね。まあ、本当にこのプロテインっていうのはもう非常に高いレベルの栄養素ですからね。だから、水分があると、もう非常に、例えば手とか、についたような雑菌がこう入った時にね、繁殖しやすくなりますから、タンパク質ともね、
相まって繁殖する可能性が高まりますから、だからできるだけ湿気ないようにしていただきたい。で、まあもちろんさっき今言ったみたいに濡れた手なんかでね、シェーカーとか洗って手が濡れた状態でバサーとかって言って、もう手がこう粉まみれでもう手突っ込んじゃったみたいな、もう極端な話ね、そんなことになると本当に傷みやすくなっちゃうので、まあ、とにかく空気や水には触れさせない、そのためにしっかりとチャックが閉じたかどうかを確認する、これ、意識していただければいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、ただなんか、まあ、これちょっとこういった話もよく聞くのでね、であんまり何も考えずにね、こうベアっ と, こうと閉じたかどうかも確認しない人も結構いらっしゃるのでね、皆さんお気をつけいただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、なんか分かんないことあったらぜひどしどしコメント欄に、コメントいただければと思います。はい、じゃあ皆さん、グッドボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。また何か分からないことあったら皆さんにお伝えできればと考えております。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。